ご視聴ありがとうございます。見た目がくじを全買いした風に見えるかもしれないんですが、違います。全然揃ってないです。はい、今回ですね、マーベルインフィニティサーガアイアンマンハッピーくじベアブリックの、結果というか、経緯で、あとただただ各アイアンマンのご説明をしていくだけになりますが、よかったら見ていってください。はい、でこのくじですね、1番くじではなくハッピーくじになります。でこれがベアブリックのくじになるんですけど、これまでに結構開催されてますが、かなりきつい仕様なんですよね。A 賞というか一番いい SP 賞っていうのが1個だけなんですよね。であとはラスト賞だけ、でそこにコストを全振りされていて、もう SP 賞なくなったら引かないでしょっていうくらいの、お店的にもかなり厳しい仕様になってるんじゃないかなと思います。で一応等級的にはですね3種類です。でしかも1回ですね990円ですよ、恐ろしいですよね。でこれがですね、基本となるんですが、100% という一番ベーシックなサイズとなってます。結構小さいですかね。でこれが2つ入った箱のペアボックス賞っていうものがあって、それだとちょっと当たりですかね。でも最下位賞が2つっていうだけなので、そこまでお得感はないかもです。はい、で大当たりの SP 賞っていうのが、4倍の大きさ、400% って言うんですけど、そうですね、スケールフィギュアと同じくらいとか、それより大きいくらいですかね、20何センチっていう、かなり満足感があるというか、そのサイズだと普通に販売していても1万5000から2万円しないくらいかと思いますので、それが1000円くらいで当たったとかだとやっぱりめちゃくちゃ嬉しいとは思います。でそれが、1ロット80本でアソート1だけですからね。で一応ペアボックスなんかは10個、で残り69個はちっちゃい単品賞となってますので、上位賞1個を、ゲットするっていう、なかなか鬼畜仕様となっております。で私も挑戦しましたが当たりませんでした。はい、でここにあるのがですね、反則重機なんですけど、これ私の友人がですね全部くださいをしまして、いらないということでもらっちゃいました。でもここにですねすごい綺麗に全賞をディスプレイできるんですよね。で本来ここに SP 賞、ここにラスト賞、でこの部分にボックス賞が全5種で置けるんですけど、私は全く持っておりません。で、その下ですよ、ここに最下位賞の20種類をディスプレイできて、飾ってあるんですが、これをですね一応コンプしようとしまして、今残り1個まで来ました。じゃあ揃えてからやれよってなるかもなんですが、すいません、もうピンポイントに当てるっていうのは限界が来ました。これですね、もともとはその全買いをした友人の被ってしまったいらないやつっていうのをですね格安で譲ってもらったんですよね。であと自分で引いたものと、であとまた別の友人で結構ベアブリック昔から集めている方がいましてですね、その方と少し交換したりとかして、一応なんとかここまでたどり着くことができました。でこれが一番くじみたいにどれでも好きなものを一つじゃないんですよね。もうキャラ固定で決まっているので地引きするっていうのはめちゃくちゃきついんですよね。そんなわけでもう最後の一つはフリマサイトでポチろうかと思ってます。はい、そんなわけでですね、最下位賞となるベアブリック賞、全20種類中19種類が集まりましたので、せっかくなのでこのアイアンマンたちをご紹介してみたいと思います。惹かれた方で、あまり詳しくない方ですね、何のアイアンマンだったかっていうのをですね説明させていただきますので、よかったら続きを見ていってください。はい、では行ってみましょう。でまずは1番からいきましょう。はい、マーク1ですね。アイアンマンの始まり、拉致られて洞窟の中で包囲線と作り上げた最初のアイアンマンです。限られた材料で作ってますのでかなり武骨な見た目となっております。はい、
で、お次がですね、こちらになります。2番、マーク2です。テロ組織からなんとか逃げ延びて、で帰宅して作った最初のアイアンマンですね。でもここからはまさにアイアンマンビジュアルになります。ただカラーリングが決まる前なので、シルバー一色の見た目となっております。はい。で、お次がですね、3番です。マーク3ですね。でもここからは完全にアイアンマンになります。カラーリングも決まって、まあ、我々がよく見る見た目の始まりとなっております。一応作品的にはアイアンマン1の後編くらいに登場ですかね。はい。で、お次は4番、マーク4になります。でここからは作品がアイアンマン2になりますね。冒頭飛行機から飛び降りるアイアンマンです。スタークエキスポのシーンですね。でまあ途中自暴自棄になったりですとか、あまり活躍とかはないスーツなんですが、結構個人的には好みのビジュアルです。はい。で、次5番ですね、マーク5になります。あの超有名なスーツケースから装着するっていうあの名シーンのやつですね。サーキットでウィップラッシュと戦った時のスーツです。でもただこれだけは、まあ、これまでのアイアンマンとはかなり違った雰囲気のビジュアルになってますね。はい。で、お次はですね、6番になります。マーク6ですね。アイアンマン2の後半で、まあ、新しいリアクターを発明成功して、それに合わせて登場した新しいスーツです。でこれでウォーマシンと一緒にウィップラッシュマーク2と戦ったんですよね。でこのスーツはですね、胸のリアクターも逆三角形になってるのが特徴なんですよね。はい。で、お次は7番です。マーク7ですね。でここから作品アベンジャーズになります。でまあしばらくはマーク6だったんですけどね、あの後半でロキにビルから突き落とされた時に射出されて装着したスーツです。でもリアクターなんかもまた丸に戻っちゃうんですよね。でこれ結構体型とかもマッシブなんですが、まあベアブリックだと全然わからないですね。はい。で、お次8番に行きまして、マーク8と行きたいところなんですが、一気にぶっ飛んでマーク42になります。作品はここからアイアンマン3になりますね。でマーク9から41っていうのはモブアーマーですので、ほぼ登場しないんですよね。まあでもしっかり設定はあるので、ここが商品化されていたらアイアンマンファンは超歓喜だったんじゃないかなと思います。でまあこれはもうアイアンマン3のメインのスーツですね。冒頭から最後まであのバラバラになりながら装着できるやつです。でこれだけは配色が今までとは逆みたいな感じになってまして、赤よりもゴールドの方が多い見た目になってます。まあでも劇中だともうちょっと白っぽい色味ですけどね。はい。で、お次はこちらですね、9番でマーク43になります。で、作品はアベンジャーズエイジオブウルトロンですね。でこれがですね、前の42にとても似ていて、赤とゴールドの配色率がまあ逆になったような、いつものアイアンマンカラーっぽい色に戻ってます。はい。で、お次行きまして10番、で、マーク44ですね。というかハルクバスターですね。対ハルク用のスーツ、劇中でもハルクと戦ってました。でこの中には前のマーク43が入ってるんですよね。そのわけで本来すごい大きいスーツなんですが、まあ、ベアベリックは規格統一なので、サイズは一緒の小さめになっちゃってます。はい。ではお次行きましょう。11番でこれがマーク45ですね。でこれはアベンジャーズエイジオブウルトロンで終盤に着たスーツですね。ここからジャービスが、まあ、ビジョンになっちゃったので、サポートの声が女性フライデーになったやつです。はい。で、お次行きまして12番、でこれはマーク46になります。でこれは、作品がキャプテンアメリカシビルウォーに登場したスーツになります。でなんかもうこの辺から指から装着みたいなすごい仕様になりましたよね。まあ、なんですが、キャプテンにバーンされちゃったので、この後はまた新しいスーツになっちゃいます。でこのマーク46ですね、いろんなスーツの中でも特にトップクラスに好きなビジュアルです。はい。
で栄養月が13番でマーク47と続きたいところなんですが、あのスパイダーマンに登場しちゃったとかそういう作品問題もあるのかはわからないですけど、飛ばされちゃっていないんですよね、これがマーク50になります。48と49もないんですが、まあ、それは一応置いておきまして、こちらがですねインフィニティウォーで登場したスーツですね。ナノテクでヌルヌル装着するやつです。なんかもう近未来とかそういう次元じゃないほどすごくなったスーツですね。はい。で A を突きいきまして14番ですね。でこれが、先ほどのマーク50のバトルダメージバージョンになります。なぜってなるかもですが、あのベアブリックって過去にもいくつかこういったダメージ版っていうのも発売されてるんですよね。てかフィギュアはいろんなメーカーさんこの仕様って多いんですよね。まあそんなわけで一応、まあ、作品終盤の傷ありデザインの商品となってます。はい。でお次いきまして15番、ついに来ましたマーク85、エンドゲームに登場した最後のスーツですね。でこれは一応まあ先ほどのマーク50にデザインかなり似ていまして、ゴールドが少し増えた配色になりましたかね。でお次がですね16になりまして、まあ、先ほどのマーク85の、バトルダメージ仕様ですね。もうエンドゲーム終盤ですよ。アイアムアイアンマンですね。3000回愛してます。はい。でもう個人的にはここまででも良かったかもなんですが、お次のこちらが17番、アイアンモンガーになります。でこれはまあアイアンマンというか敵ですね。あのアイアンマン1の敵、副社長のオバディアが作ったスーツになります。こんなのもラインナップされてるんですね。はい。でお次もこちらなんですよね、18番、ウィップラッシュマーク2になります。これもアイアンマンというか、一応アイアンマン2の敵ですね。イワン・バンコ、ウィップラッシュが作ったスーツになります。あのマーク7とウォーマシンと戦ったやつですね。で、お次がですねこちらになりまして19番、でハルクバスター 2.0 とありますが、一応これもマーク2ですよね。インフィニティウォーでバナー博士が着ていたスーツになります。で先ほどちょっとお伝えしたんですが、あのマーク48と49が抜けてたんですが、一応これがマーク48になります。はい。で、お次が49なんですよね。でまあ、それだけ入手できてないんですが、20番ですね、レスキュー。で一応これがアイアンマンのマーク49になります。エンドゲームで奥さんのペッパーが着ていた青いスーツですね。でこれを一応ゲットすれば私はベアブリック賞コンプとなりますので、まあ、早めに買っちゃいたいと思います。はい。ということで以上となります。でここまで集めるとやっぱり他も欲しくはなるんですけどね。ただペアボックス賞の方がですねほぼウォーマシンメインなんですよね。なので、まあ、個人的にはアイアンマンだけでも良かったくらいなんですが、今後値段どうなっていきますかね。まあそれの様子を見つつ集める集めないを決めていきたいなと思います。はい。ということで、今回は以上となります。いかがでしたでしょうか。こんな私がただただアイアンマンを説明するっていうだけの内容の動画なんですが、最後まで見てくださった方っていうのがいるかわかりませんが、もしいらっしゃいましたら本当にありがとうございました。で、アイアンマンですとかマーベルですとか MCU っていうのは本当に私も大好きですので、またこんな感じの動画っていうのを投稿するかもしれませんので、もしご興味ありましたらまた見に来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい。では最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。